丸歩む嫁運動会でも自然体。ラグビーワールドカップイングランド大会で一躍時の人となった日本代表五郎丸歩む選手29歳だが、変わらぬ日常を送っているという。帰国直後こそ各局をはしごしてスポーツ番組などに出演したものの、一段落して静岡にある自宅に帰宅。週末は長男が通う幼稚園の運動会に参加、家族サービスをしていた。時の人となったにもかかわらず、五郎丸選手はサングラスやマスク、帽子で変装することもなく、 T シャツにハーフパンツといったラフなスタイル。昼食時間には妻の母も一緒に仲良くおにぎりを頬張っていた。五郎丸選手の妻については、美人すぎるという噂以外に他のラグビー選手と違って写真も情報も上がっていない。五郎丸選手を知る人物がこうはなす。奥さんとは五郎丸選手が学生時代からの付き合いで、大学卒業と同時に結婚したと聞いています。上の子は幼稚園ですが、下の子はまだ2歳になるかならないか。実は以前、五郎丸選手はファンによる深刻なストーカー被害に遭ったことがあって、その時奥さんを巻き込んでしまった。彼女にはもう二度とあんな思いをさせたくないと強く誓って、一切妻子を表に出さないようにしているという話なんですよ。とはいえ、地元ではこの妻がかなりの有名人だった。というのも噂以上の美人すぎる妻だったから。五郎丸選手はモデルの長谷川純さんが好きで、チームメイトが言ってましたが、確かに長谷川純さんにそっくり。五郎丸選手の常連飲食店関係者、ものすごい綺麗。背が高くてスレンダーでモデルさんみたいに綺麗なんですけど、全くの一般人だって言うんですよね。でも信じられないくらいの美人。地元住民、芸能人で言うと誰かな。ほら、篠原涼子さんみたいな、あんな感じの綺麗な人、地元のタクシー運転手。そして前述した運動会で本誌が目撃した五郎丸選手の妻、綺麗な黒髪で面長のすっきり整った顔立ちは、最近話題の吹石和恵33歳にそっくりで、思わず二度見してしまったほどだった。夫が日本を沸かせているスーパースターの妻となった彼女、休日の運動会ともなればより多くの人目にさらされることは百も承知だったはず。しかし彼女もまた夫と同じで、派手に着飾ったり化粧をしたりすることなく、いつもと変わらない自然体の休日スタイルのままだった。女性セブン2015年11月5日号。みんなの声。ラグビーが強くなって注目されるのは嬉しいだろうけど、あまりに過熱しするとご本人もご家族にも影響が出てくるかもしれない。マスコミもファンも騒ぎすぎない方がいいと思う。騒ぎすぎと思いつつ、男から見てもやっぱりかっこいいと思うな。サッカー選手とは大違い。なんだかそういうところも魅力的だよね。しかもお二人揃って。あまりいないだろうけど、あまり好きじゃないとか言ってる人も実際に会ったら大概魅了されちゃうんじゃないかと思う。マスコミの無神経さに呆れてしまう。プライベートはそっとしてあげないといけない。家族に絡んでくのはやめーや。五郎丸の嫁さんってどんな感じなんだろうとか気になるけどやめーや。29歳にしては随分貫禄あるな。と思ってたら結婚してて子供もいたのね。なんか五郎丸はいいやつだわ。いつまでも勝てないチャラチャラしたサッカー男子で盛り上がる？よりラグビーで盛り上がろうよ、みんな。長谷川純なのか、篠原涼子なのか、吹石和恵なのか？かなり適当やな。自分より3つも年下ってことに衝撃。すごいな、しっかりしてる。で、奥様は超絶美人。完璧すぎる。某ショッピングセンターで見たことあるけど、すごい綺麗でした。美男、美女家族なんだ。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。